はい、そうしましたらですね、ガイダンス始めさせていただこうというふうに思います。ゲニッシュの渡辺です。まずちょっとパンフレットですね、お手元をお出しいただけますでしょうか。これをベースにですね、お話しさせていただこうというふうに思います。まあ、冒頭ですね、仕事も練習も勉強方法もということなので、まあ、お仕事のですね、まあ、内容、まあ、ある程度調べていらっしゃる方とか、まあ、経験ある方もいらっしゃると思いますけれども、お話をさせてもらいつつ、まあ、年収、収入までですね、お話する方とか、ご要望があればというところでありますけど、あとは勉強方法ですね、まあ、簡単な概略というところを、まあ、15分足らずでですが、まあ、お話しさせていただきますので、お付き合いいただければというふうに思います。で、まあ、今こちらにいらっしゃる方に関しては、まあ、その後、双方向でお聞きになりたいところと、まあ、個別に伺いながら対応させてもらえたらというふうに思います。で、まずですね、まあ、弁理士なんですけども、まあ、基本的な仕事の内容というところは、まあ、ご存知かというふうに思っています。ページでいくと、このパンフレットでいくと12ページですね、この広がる弁理士というところですね、まあ、開いて、いただければというふうに思います。で、ここの広がる弁理士の中でいったときに、まあ、よくあるのがですね、まあ、今まで、オーソドックスだったのが、まあ、特許事務所に勤める、まあ、一番ですね、特許事務所の方に勤めて、まあ、いわゆる明細書を書いて、で中間処理で、まあ、拒絶理由とか、拒絶査定できたときに、まあ、それに対応したり、まあ、訴訟したりというところが、まあ、メインだったというところです。ただ、弁理士はですね、他の事業と大きく違うところは、弁理士って今1万人いるんですね。で、1万人いる中で、およそ 30% が企業の中で勤めているというところです。基本的にですね、他の事業は大体外に出ちゃうんですよ。だから公認会計士だったら会計事務所行くし、弁護士であれば、まあ、法律事務所ですね、立ち上げるか、まあ、自分たちで立ち上げるか、まあ、この大きい法律事務所ですね、行くっていう形で、まあ、弁護士の場合だったら、まあ、例えば5万人ぐらい、いる中で、まあ、まだ1000人ぐらいしか企業代弁護士っていなくて、だから実は 2% ぐらいになるわけですけども、まあ、弁理士に関しては、まあ、企業の中で自体のまあニーズっていうのは非常にこう高くてですね、まあ、どうしてもその例えば技術に対するところの深い理解とかというところが必要になってくると、外ではしきれないこともある中のですね、知財の精度とあとその技術の両方に明るくないといけないというところもありますし、まあ、それでちょっと他の事業では見ない、六大難関資格ですね、まあ、不動産鑑定士とか、まあ、証書士とかですね、まあまあ、税理士とかも含めてですね、公認会計士、司法試験とか含めた中でいくと、まあ、かなり特殊な、感じです。ですから、それがこの2番の企業知財部ってありますけど、これは非常にこうプレゼンス高い感じです。まあ、逆に言うと、だから、弁理士取った後に、もう特許事務所に行くしかないとかではなくて、企業の中に勤めてて、で弁理士として活動するっていうことも全然あるというところでいくと、まあ、キャリアのパスの、まあ、分岐としては、まずこの2つ。特許事務所に行く、企業内知財部に行く。で、企業内知財部もまあ今3000人ぐらいですけど、未登録の人も当然いるので、まあ、もっと数が多いんですね。合格者で未登録っていう人もいるので。というところですね。が、まあ、まあ、最初の、一番最初のその仕事というところで、まあ、キャリアですかね、絡むところでいくと、まあ、お話になるということです。で、企業の中で何するかっていうところでいくと、まあ、9番とか10番のライセンスですね、まあ、要は企業の中の、まあ、眠ってるです、ね、特許というのを掘り起こした上で、まあ、ライセンスアウトしたりとか、クロスライセンス、お互いにこう貸し借りする、ね、技術というのを貸し借りしあったりとか、まあ、10番の訴訟に関しても、別に外にいないとできないというわけではないので、まあ、中にいながらです、ね、訴訟とかです、ね、頭クレームをつける、まあ、内容証明文を送ったりとか、まあ、交渉するというところに関しても、まあ、弁理士としてはまあ仕事の一つというふうになっています。であとは弁理士は知的財産を、包括的に扱える仕事、資格ですから、まあ、12番の著作権管理業務ですね。私は、文系出身なんですけど、まあ、ゲーム系の 会社で勤めてるんですけども、まあ、その中でいくと、まあ、著作権とかですね、かなり、大きいです。特許と、商標と著作っていうところが、まあ、3本柱で、あとは、まあ、なんですね、海賊版とか出てきたときに不正競争防止法という法律があるんですけど、まあ、それを使って、まあ、クレームをつけていくというようなところを、まあ、結構仕事となりわい、メインのなりわいとしてたりとかするというところですね。だからまあなんか弁理士ってこう特許ばっかりっていう感じあるかもしれないんですけど、まあ、文系の人間もですね、まあ、その辺の、まあ、デザインなども含めてですね、まあ、手広くできたりとか、まあ、もちろんこれは別に文系理系関係なくですね、やっていけるエリアではあるというところです。あとは、経営企画とかに近いところでできる弁理士というか、まあ、社内のですね、まあ、プレゼンス高い、まあ、知財部であれば、6番とか7番の M&A とかですね、デューデリジェンスというところも、まあ、なくはないなというところですね。
まあ、M&A とかデューデリジェンスって何かというと、その要は企業を買うわけです。会社を買ったときに、その会社が持ってる特許とか商標っていうのの価格を決めるときに、まあ、一体どれぐらいだと。いうところが、まあ、実際に、まあ、鑑定ですね、鑑定的なところで、まあ、携われるところ、まあ、基本的に M&A っていうかやるときは基本的に弁護士と公認会計士がメインでやっていくんですけど、知財のところで技術と、あとその専門的な法制のところの理解というところに関しては、まあ、弁士の方があるわけなんで、まあ、そこを手当てしていくというのが M&A とかのデューデリジェンス、まあ、デューデリジェンスというのはその企業の資産価値をです、ね、見定めるときに手続きをしていくものの、まあ、相対をデューデリジェンス、デューデリと言いますけど、まあ、やっていくというところですね。まあ、この辺は最近は知財部、昔に比べると随分プレゼンス上がってきてますから、企業の中で重要だねっていう認識をしてもらってますから、まあ、そういうところに携われたりとかすることもあるよというところですね。はい、まあ、あとは4番大学とかありますけど、大学の中で、まあ、例えば京都大学さんとか、IPS サービスとかありますけど、まあ、知財部あるんですね。だから大学の方に転職されている方とかもいますし、私の方 の, 教え子の方でも京大でですね、働いている方がいるんです。弁理士として働いている方がいらっしゃいますけども、というのがあったりとかします。まあ、あと違う意味での大学でいくと、私自身は京都工芸繊維 と,、徳島大学が非常勤講師してますから、そういうのは、まあ、多分知財教育っていう意味で、出向くっていうことも、まあ、大学で働くという、まあ、広い意味で、非常勤講師とか、まあ、ですね、いう形でやれたりとかですね。まあ、あとはちょっと、これは断ったんですけど、他の他大学でも知財を教えられる人はいないんで来てもらえないかって話をもらったりとかするので、まあ、例えばそういうふうなキャリアのですね、一つは、まあ、伏線型のキャリアというか、パラレルキャリアですね。本業をやりながら他のもので、まあ、さらに収入の窓口を増やしていくみたいなのが、まあ、一つかなというふうに思います。まあ、レックもそうですよね。ここでお仕事させてもらっているのは、まあ、そういう意味では、まあ、伏線的キャリアの一つかなというふうに思います。とかいうような形で、まあ、いろいろと広がる弁理士というところで、取って事務所行って上がりというものでもなくて、まあ、そこは、まあ、もう本人の意思次第だなと思います。何がしたいと。大きいところ行って、専門的な細分化された、今自分たちが扱っている技術をこう深掘りしながら、知財という面から、日本に貢献したいとか、その会社に貢献したいというのも一つですし、そうじゃなくて、なんかもう広くいろんなものを見たい。で行くと、例えば小さい事務所の方がいろいろ扱えるんですよ。商標やったり著作やったり不協法やったりしながら特許も扱っててデザインもやってますみたいな事務所にも行けますし、まあ、あと企業の中で、まあ、今のところ環境がすごいいいところだし、まあ、ワークライフバランスもそれなりにありますっていうのであれば、その会社の中で勤めながら、まあ、今例えば研究開発をされてるとかになれば、まあ、そちら知財の方に行くとかですね、まあ、FA 制度があるかとかその辺の社内制度にもよるんですけど、まあ、人生でいいかもかなというふうに思います。はい、というのが広がる弁理士っていう入りでした。であとは、ですね、次のページ行くと14ページで、まあ、知財弁護士としての活躍というところで、この鮫島先生、上がってますよね、これ鮫島先生上がってらっしゃいますけど、鮫島先生とかはすごい、まあ、下町ロケットっていうドラマしてます、TBS で昔やってましたけど、モデルになった先生なんですよね。で私 の, おし教えてこの弁理士になるのに教えてもらった杉尾先生っていらっしゃるんですけど、杉尾先生もそうなんですけど、この鮫島先生のところで働いてらっしゃってて、もともと京都本部でここで、教えてらっしゃってて、で弁理士になって、でその後弁護士になって、で今はこの、内田鮫島法律事務所でアソシエイトとして働いてらっしゃるのが私の実はお師匠さんなんですね。でこの方みたいにですね、まあ、理系から入って、この方は理系ですけど、理系から入って弁理士取って、まあ、司法試験っていうような、まあ、本当にこうどっぷりと法律の世界の方に行くっていう形も、まあ、ある。16ページ行っていただくと、これまたすごい面白くてですね、龍華先生という龍華国際特許事務所の所長さんですけど、弁理士で入って、この方もともとキャノン時代、まあ、キャノン特許部隊って有名なんですけど、業界でキャノン特許部隊にいて、でそれで弁理士として仕事しつつ、米国弁護士ですね、今ちょっとですね、米国弁護士が受けられるか分からないんですけど、昔は弁理士を取ってると、カリフォルニア州であれば司法試験受けれたんですよ、弁理士持ってると。今ちょっとできないです。今難しいんですけど、昔は受けられて、でそれで米国のですね、弁護士、カリフォルニア州ってめちゃくちゃ難易度高いんですけど、ニューヨーク州より難しいんですけど、取ってらっしゃって、でその国際的なそういう特許のですね、保護というところを、まあ、図ってらっしゃるっていう意味でいくと、まあ、海外系の仕事もやってらっしゃるというような、そういう、こういう方もいらっしゃったりします。
で文献でいくと18ページですね、見ていただくと、小林先生いらっしゃいます。TMI 総合法律事務所っていう、まあ、かなりでかい、まあ、4大事務所ではないんですけど、まあ、近いですね、規模を持った事務所で、まあ、弁護士だけでも2、300人ぐらいいらっしゃるところで、まあ、そこで弁理士として働くということで、まあ、特にですね、さらに専門性の高いですね、まあ、国際的な商標であったりとか、まあ、衣装であったりとかですね、まあ、文系であっても、まあ、仕事はいくらでもありますから、こういう形で活躍されるとか、またさらに面白いのは20ページっていただくと、この竹下先生、テキスト今この辺です。フランスで働かれてしまっているというですね、まあ、今コロナでどうされているのかなというところがありますけれども、日本の弁理士持ってでフランスで働いて、で日本の会社がですね、例えばフランスで手に取りたいという時の、まあ、窓口として働かれたり、逆にフランスから日本にですね、特許取りたいというような場合について、まあ、間をですね、取り持つような形の、まあ、外国で働いてしまうというそういうキャリアです。これもすごく魅力的というか面白いなと思うんですね。まあ、逆に言うと弁理士でなければ、まあ、こういうところでのキャリアというのは弁理士でなければというか、まあ、弁理士を取得していなければ、まあ、なかなかこう開けないところかなというふうに思うと、まあ、取っててよかったというふうに、まあ、きっと思えるようなものの一つなのかなというふうに思っています。はい、というのが、まあ、例えば先輩の弁理士方の活躍の場面で、まあ、仕事という仕事と年収もというところですけど、まあ、当然これだけ、ね、専門性の高いものであれば、まあ、収入に関してもまあそれなりにというところになりますけど、まあ、仕事の幅がですね、かなり広いです。知財だけというところでいくと狭いかもしれないですけど、技術も含めてで法律もやってで国際的なものもってなってくると、まあ、かなり広いので、多分思ってるより広いと思います。特許だけとかっていうものでもないので、ですから、まあ、この辺を試行するのであれば、まあ、ぜひぜひですね、まあ、トライしていただければなというふうに思いますし、非常に何ですかね、物を生み出すときに立ち会う資格なんですね。だからこういう技術ができました、先生どうですかっていう形なんで、まあ、結婚取り込んでいったら結婚の場で、もうすごいハッピーなところに入れる仕事なんで、まあ、別にストレスがないとは言いませんが、ストレスが非常に少ないと思ってます。何かのトラブルっていうと、まあ、権利侵害したらトラブルになりますけど、まあ、企業対企業なんで結構あっさりしてる。お金は払う払わない、まあ、多分なんですか、離婚とかの訴訟とかなんて多分かなりドロドロとした感じで、まあ、色の話じゃないですか。でも、まあ、金と色で言ったらやっぱ金の方がドライなので、まあ、ストレスはもちろんあるんですけど、納期に追い切られることもあるんですけれども、まあ、メンタル面でいくとそこまでダウンしたっていうのはあんま聞かなくてですね、綺麗な仕事だと思います。綺麗な仕事だと思います、弁理士自体は。というのが、まあ、仕事の、まあ、本当に概要ですね。まあ、細かい話に関しては、京都本校に来ていただければ、マツマンにもお話できますし、まあ、自分のキャリアに関して、まあ、こういうふうに描きたいけど、まあ、実際そういう何が必要かとかですね、実現するために何がいるかっていうところに関しては、さらにもうちょっと突っ込んでお話しさせてもらえるかなというふうに思っています。で、年収に関しては、まあ、基本的にはやっぱり大阪とか東京ですね、まあ、特に東京の方が高くてですね、で大きい事務所の方が高いですし、あと企業勤めで弁理士目指されるっていう方が多いんですけど、まあ、福利厚生に関してもやはり大きいところの方が年収が高いという傾向はあります。ただ、案件の数次第なんですね。小さい事務所であっても、まあ、私のお師匠さんもそうですけども、まあ、数をこなせば、まあ、相当の金額、具体的に言うとあれなんですけど、まあ、金額にもなりますし、まあ、何が欲しいかなんですけど、ワークライフバランスが欲しいのか、お金が欲しいのかって、まあ、それはある程度調整がつくというのが、まあ、資格のいいところかなというふうに思っています。というのが、まあ、金額面の話かなと、まあ、そうです。具体的にはちょっと聞きたいという方に関しては、個別に、お話できればというところです。で、勉強方法に関してなんですけど、まあ、資格の概要というところに関しては、まあ、このパンフレットでいくとですね、24ページですから、ね、24ページで開けますから、ね、これからで階段式のやつがこう出てくると思うんですね。で、担当登録と口述なんですけど、全部をクリアしなければいけないんで、単純に 18%×25%×95% なので、まあ、大体 4% ぐらいですね、合格率としては。
だからなんか担当だけでいけばね 18% なんで、まあまあそこそこかなって感じですけど、さらにその後4分の1になって、まあ口述試験はもうほとんどなんですか、セレモニーみたいなもんなんで合格率は非常に高いんですけど、まあ、論文があの山場になってるかなというところですね。で、ポイントになるのは担当試験をまあいかに早く突破できるかというのは、まあ、なんとなく分かるとは思うんですけど、というのも担当試験は、25ページに書いてる通りなんですけど、試験科目が7法令あるんですね。特許、実用信用、意匠、商標、条約、著作権を不正競争防止法で、しかも条約に関しても条約っていうのがあるわけではなくて、パリ条約っていうのがあって、トリプスっていうのがあって、マドリッドプロトコルっていうのがあって、ジュネーブ改正協定っていうのがあって、 PCT っていうのがあって、まあ、結構数が多いんですよ。なので、ここを早く突破できるとすごく楽になる。なぜかというと、論文試験右側見ていただくと25ページですけど、試験科目は特実意匠で4科目だけなんですね。圧倒的に楽です。だから、担当試験に早くですね、合格できれば、まあ、論文試験 この特実意匠だけになるので、でしかもですね、担当試験を受かると、その後2年間免除になるんですよ。だから1回受かっちゃえば、もうあと論文だけが残るっていうのが2年間出てくるので、もちろんね、1枚は担当論文法律でいっぺんバーンと受かればいいんですけど、担当受けて論文落ちましたって言っても、翌年は論文からスタートできるんですよ。それがもう大きいかなと思います。ただ、担当試験ですね、合格するために、うちのクラスで、ハードルを出してるんですけど、担当試験に合格するためには人に説明できるレベルになる必要があります。漢字が読めるじゃダメです。漢字が書けるレベルに知識を精度を上げていかないと落とす試験なんで、でこれ担当式試験もですね、合格率 18% ってありますけど、簡単なのかというとそうじゃなくて、なぜかというと高学歴の人がいっぱい受けてます。まあ、いわゆる受験ウォリアーですね。まあ、京大、東大当たり前、総実、総計上智当たり前で、あとは東工大とかですね、を含めて、まあ、理系の、まあ、かなり上の方ですね、の大学っていうところが、まあ、みんな受けてるからね、まあ、宮廷大レベルとか、まあ、次第でもかなり上の方が受けてるというところがありますから、まあ、そうするとそことの戦いで 18% どう捉えるかですよ。まあ結構なものだと思いますよ。でそんなに簡単ではありません。簡単ではないので、そうした時にまあマークシートで選ぶだけだから受かるだろうっていうのとはちょっと違うんですよ。違うので、そうすると担当試験の段階で落とされないようにするためには、人に説明できるレベルまで知識上げないと普通に足元救われますよって言ってます。39点なんで 65% 必要なんですけど、 60問出るんですよ。60問出て39点取らないといけないんですけど、まあ 65% は低いか高いかって見ると、まあ、低そうには見えるんですけど、なかなかね、なかなか大変です。人に説明できるレベルになれば、まあ、42、3点ぐらいで受かるかなという感じです。でそうすると何が起こるかというと、論文の勉強をある程度先取りして進む必要があるんですよ。なぜかといったら、人に説明できるものは書けるんですよ。で書けるものは説明できるので、論文と口述、まあ、口述ステップ3で口述ありますけど、論文と口述を見据えた対策をすることが実は担当に生きてくる話になる。でこれ独学でやると結構盲目的になるんですよ。みんな担当試験の過去問を10周回して本番受けたけど30点で落ちましたとか26点しかいけませんでしたとかあるんですけど、これ独学でやってるとそうなるんですよ。なんでかって言ったら、当たるか間違えるかっていうばっかりやってて、まあ、そこで結局本質的な抽象化であったりとか、いやいや説明するため の, この整理っていうところが全部飛んでいく感じになるんですね。まあ、そういうところで足りなくなってくるってところは、まあ、予備校はまあ何ですかね、正しい方向性を皆さんに示しするって、それ以上でもないかなって感じになります。勉強するのは皆さんなんで、まあ、我々は代わりに勉強してあげられることはできない。勉強代行業ではないので、皆さんがお金、予備校に行ってお金払うのは、まあ、時間を買うということですけど、時間を買うって何かって言ったら無駄回りをしないということですね。まあ、方向性を示して、でそれで努力量は絶対いるんで、それはでもご本人に頑張ってもらうしかないけど、もう我々の責任なんで。そこはもうご自身で頑張ってもらうんですけど、ただこっちに行ったらかなり感度高いよっていうのをお示しするというのが良いことですね。でその時に担当試験で独学でつまずくのは大体そこかな、はい、というところが、まあ、一番勉強方法という意味でいくと、まあ、大事なところかなというふうに思っています。であとは詳しくはですね、京都本校の方にお越しいただいて、まあ、毎週土曜日は私の方来てますので、お気軽にですねお声掛けいただいたりとか、まあ、あとは、レクのですね事務局の方に説明一回相談いただければ説明させていただけるかなというふうに思っています。はい、なので、興味を持った方はですね、もうなんだろう、人成し遂げられないことは興味持たないっていうのがこう格言としてあるんですよ。僕も全くその通りだなと思ってて、あとはもうなんだろう、
実質的に受かってるんです。パンフレット取った段階で皆さん受かってて、あとはもう形式的に資格取りに行くだけなんで、まあ、強い気持ち持って、まあ、このコロナ禍いろいろありますけども、なんだ今のうちです。不況になると資格みんな取り出すんでだから今のうちだと思います。早く身につけて、保険的な意味も資格ありますから、もうそういう意味で取りたいっていうのであれば、全然それも動機としては一つ立派な動機だと思いますので、まあ、とっとと取っちゃって新しい世界ですね、見れるような形で頑張っていただけたらというふうに思っています。はい、では、まあ、私の方からね、最初こちらの部分に関しては、終えたいというふうに思います。どうもありがとうございました。